みんなのありがとうのメッセージで満開の桜の花を咲かせましょう。まず壁面の大きさに合わせて模造紙を貼ります。そこに桜の木の形を絵の具などで描きます。この上を OPB フィルムで覆いタイトルをつけます。そこにありがとうのメッセージを書いた花を貼り付けていきます。こうすると OPP フィルムを取ると元の桜の木に戻るので、また繰り返し使うことができます。桜の木の下で遊んでいる様子も貼りました。タイトルはクローバーの葉っぱを小鳥が運んでいるところです。一つ一つの花に家族、6年生、班長さん、先生方などにありがとうと言いたいことが書かれています。前を通りかかると一つ一つメッセージを読んではあったかい気持ちになることができます。